はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ゆうき30代です。さあ本日なんですが、レジェンドアンソロジーアクセラレーションが開幕しましたが、皆さんは楽しんでいらっしゃいますでしょうか。イベント一応ね、ざっとジェム回収くらいまではやったんですが、戦績見ていただいたら分かる通り最強デッキをね、まあちょっと一回ここ負けたけど、まあ戦績見ていただければここが勝ってるよっていうことは分かると思うんですけども、最強デッキをご紹介していきたい。本日使っていく、デッキ、ヒーローデッキ、大好きなヒーローデッキをぶん回していきます。本日のね、このね、レジェンドアンソロジーアクセラレーション、基本的にその手札誘発がまあバリバリに禁止になっていまして、まあ先行ゲートあまりに先行ゲーが加速していて、ランクマとかよりもより先行ゲーが加速していて、ちょっとやばいんですけども、先行の基本的に展開はダラ通りするということで、まあじゃあどうやってね先行展開していこうかなと、思ったんですが、ヒーローはね、なんとですね、規制カードがかなりね、多くてですね、まずですね、強いモンスターで言うとね、禁止カード、まあまずこれやばい。シャドウミスト1、はい、まあこれもね結構やばいし、ディアボリックガイの1制限、意味がわからん1ならもう殺してくれ、1採用する意味はないから、1ならもう殺してくれというところと、あとダークローマもう当たり前に禁止、それからアブソルートゼロ当たり前に禁止、そしてデストロイフェニックス当たり前に禁止というふうになっているんですが、ヒーローってね、なんか謎のリミット1ね、これフレームウィング、フレームウィングはフレームシュート、まあ、1枚しか使わんやろみたいな話なんだけど、まあ、このヒーローというデッキはですね、別にこれ以外にもたくさん強いカードが、まあ、こんだけ関連カードありますから強いカードがいっぱいありましてですね、本日は、運営が規制をかけ忘れたと言われているデスヒーローブルーディーを使っていきますこれ絶対かけ忘れたでしょこれ、ブルーディーってね、別に高校から出しても強いんですけど、3体リリースしてバーンって出てくると相手のモンスター全部横になるから、で先行レーンも出せるんですよね、ヒーローって結構展開力かかってるんでね。でなんとね、このブルーディーさんね、サーチ方法がめっちゃ多くて、ディーヒフォースとか、それからまあクロスガイであるとか、まあこの辺のカードでね、あとエアーマンとかね、これで全部サーチができちゃうんですよね。だからまあ大体ね、ブルーディーっていうのに持ってくることができて、あとはまあモンスターをまあ横にバッて並べればいいというところなんですけども、これだけだとやっぱり弱いんですよ。ブルーディーって結構基本的に1900しか打点ないんで、まあ殴られちゃうとかねあるんですけども、これ皆さんこれ知ってます？ D フォースっていうカード、これもね多分規制かくらせてるんだけど、運営が、これ発動時効果処理でデッキ墓地からディスティニーフィーローブルーディー持ってきて、でブルーディーがいると、まあ、この3個の効果が適用されるんだけど、まず一番上の効果がドローフェーズにドローできないっていう、まあ、超デメリット効果の代わりに自分のフィールドのカードが効果の対象になりません、やばすぎ、まあ、要は、無限保養であるとかエフェクトベーラーであるとか、なんだあれ月の人とかあるカード、まあ、聖杯とか効きませんと。で、自分のフィールドのディスティニーヒーローブルーディーはお互いの墓地のモンスターの数かける100アップ打点が、するよ。で、一応バトルメッシュ2回攻撃できるよと。要は、ブルーディーを無敵化、要塞化するというカードなんですね。まあ、基本的にこの環境って手札誘発がさっき言ったようにないので、まあ、サンダーボルトとか、まあ、羽暴起とか、まあ、ブラックホールとか、そっち系のカードが結構、まあ、積まれていることが多いんですけども、効きません。ブルーディー破壊されませんと。で、さらにヒーローにはですね、僕の大好きなね、全然破壊もされない最強モンスターがいました、これ。イビルヒーローマリシャス・ベインっていう。これね、戦闘効果で破壊されないイーブルヒーロー、融合体なんだけど、これアダスターゴールドぶん投げてダークコーリングを手札に加えると、これ結構簡単に出るので、上級とイーブルだけなんで。なんで、まあ、こいつと、まあ、こいつでなんかビートはしていきたいなっていうデッキですね。で、さらに、そこにプラスして、新しいそのフレームウィングマン、フレームシュートという最強モンスターが加わった結果、何が起きるかっていうと、先行で簡単に、フェイバリットコンタクトをサーチしながら、相手のターンにシャイニングネオスウィングマンが爆弾する用意が整うと。まあ、要は、理想場面はですね、まあ、いろいろあるんですけども、ブルーディープラス、シャイニングネオスウィングマンみたいな盤面になる、相手のターンにね。っていうのが一番理想ですね。まあ、結構簡単にできるんですけども、それは。マスクチェンジとかで、エフェクトベイラーとか無限保養とかの妨害を避けれるのもでかい、これ。結構。そのなんか、相手が打ってきた無効系の妨害を、なんか変身で避けれるから、それも強かったですね、結構使ってて。はい。というわけで、あちらに、シャイニングネオスウィングマンとブルーディーは、これ先行で用意しても強いんですけども、これ高校でも十分強いんで、まあちょっとね、アライブのね、制限がね、バカ痛くて、あとフュージョンデスティニーの制限がバカ痛くて、ちょっと手数若干出ねえんですけど、まあちょっとサーチカードはあるんで、その辺でちょっと頑張っていきたいなというところですね。はい。
まあ、ちょっと何戦かリプレイつけたので見ていただければと思いますのでやっていきましょう。ヒーロー最強、まあちょっと盤面があれだけど、デュエルスタンバイ。さあヒーローデッキ分回してきたのでご紹介していきたいと思います。フュージョンディスニーが制限カードになっているんですが、一応引けたので、まあ、このデッキだからエアーマンもファリスも なくねこれ弱ってなるじゃないですか。これ今このハンドだから意外と動けるんですよね。デスティニーヒーローデストピアガイ、これ最強なんですけど、このモンスターを出しまして、で相手のライフに、1100円のうんちを投げつける効果で、こっからですね、まあ、目標としては何をするかっていうと、ブルーディーをブルーディーを立てていくというデッキになっておりましてですね、でこれで、ディナイアルガイを特殊化かします。でディナイアルガイの効果は特に今あんま関係ないんで、使いません。これどうしたんだっけな、一旦これクロスガイ行くんじゃね、さすがに。あ、 D フォース使うんだ。 D フォース使いまして、で効果は、耐性ですね、一応ディズニーのブルーディーがいると効果破壊耐性と、あと効果対象耐性がつくよみたいなカードなんですけども、これぶち込みまして、で、あとこのニビルとかね全く飛んでこないんで、ほんと考えなくていいんで、ニビルとかマジで神ゲー、うん、まあクソゲーとも言う先行の展開全部取るから。でクロスガイの効果、先行でさ使える手札誘発、ほんとエフェクトメイラーと無限保育しかないんだよマジで、はい、まともな、なんか一応なんかなんかスカルマイスターみたいなやつだったけど。でファリス持ってきまして、でこっからファリスムーブしていきますね。でエレメンタルヒーローネオスぶん投げまして、でファリス特殊からのファリス効果、これ闇属性縛り一覧に入ってます、フュージョンデスティンの効果のなんか制約というかで、はい、まあ、闇属性だけでね展開できるんで、この時はまあなんとかなります。でバイオンの効果発動して、シャドウミオ墓地を送りまして、でまあこの、シャドウミのサーチはまあ今使えないんで、まあ、なんか何でもいいんですけども、まあ、一応オネスティを使って、持ってきて、戦闘破壊耐性つけるか、まあ、次のターンの後続としてアダスターゴールドを持ってくるか、まあエアーマー持ってくるかみたいな感じです。まあちょっと一応オネスティにしておきました。なんかあんま関係ない気がするけど、なんか D フォースあるから、D フォースってね、なんかね、ブルーディーの打点が上がるみたいな効果あるんで、まあ大体戦闘がされないですよね、基本的には。で、D フォースもう1枚発動して、1枚も2枚も あんま変わんないんで、まあ一応サーチしておきました。まあドローどうせできないんで、次の、まあサイクロンとかは使えないんで、結局ブルーディーが出れば、対象耐性つくからね、フィールドのカードに。あんま関係ないんだけど、まあなんかどうせドローフェーズスキップされるから、ブルーディーがいると、こっちもターン。だからまあ、まあ、サーチできるもした方がいいなっていう。感じで、バイオンと、これどうしたのっけな、バイオン残したんじゃないかな、クロスガイと、多分ディナイアルガイと、まあ、ダイオンが一応生き残ったら、なんかワンチャン強いかなと思って、あ、そうだよね。ああバイオン一応融合のサーチ能力あるんで、まあ、次のターンも使えるから、と思って一応打ちました。と、あと、ディストピアガイが打点が変わってると、相手のカードをなんかそのフリーチェーンで破壊できるみたいな効果あるんですけど、まあ、相手のカードじゃなくてもいいんだけどね、カードを破壊できる効果あるんで、まあ、これで一応なんか相手が殴ってこようもんなら一応破壊するみたいな感じです。はい。まあ、ちょっとしたディスペニーみたいな感じですね。ちょっとした。で、ディフォースあるんで、相手、はこっちのカードを一切対象取れなくて、ほんで、ブルーディーが、いるんで、まあ、ブルーディーが効果で破壊されないと。はい。いう感じです。まあ、罪ですね。大体。で、ブルーディー2回攻撃できる。で、相手のモンスター吸収できるみたいな感じなんで。まあ、さすがにこれ何もできないんですよ、相手。で、めちゃくちゃ相手長考して、これどうしようってなって、どうしよう、どうすれば負けれるんだ、負けれる、どうやって負けれるんだ、負けれなーいです。一応ね、基本展開ってやつをちょっと、お披露目したいなと思うんですけども、まあ、一応エマージーシコール発動しました。エアーマン持ってきます。はい。まあ、エアーマンプラスヒーローみたいな。手札の場合ですね。はい。エアーマン効果でファリス持ってくる。意外とここ通るんでね、もう。エアーマンの効果なんか基本ランクマンって通るわけないじゃないですか、基本的に。基本的にランクマンだと。まあ、か、バイオンの効果どっちか通るかわけないんだけど、このゲームなんか、手札一つ全然ないから、なんか全部効果通るんだよね。で、だから僕、もうなんか何も気にせずに、まあ、ニーベルとかも気にせずに、なんか人ひたすら回していけるんで、まあ、めちゃくちゃ神ゲート。まあ、一説にはクソゲートに始まるけど。で、シャドウミストを墓地送りまして、シャドウミストの効果発動する。で、まあ、ここ、結構、割と何でもというか、なんか確定ルートみたいなのは、そんなにはないんだけども、一応、リキッドマンがなんか、その、シャイニングネオスウィングマンを立てるときには強いかなと思って、これ、こうしてるんですけど、まあ、別に、直接ネオス持ってきて融合してもいいし、はい。って感じですね。で、ヘルデバイサー使いまして、あ、これ、ちなみに、なんだっけ、フレームウィングマン、フレームシュートを出しに行ってます。で、シャイニングネオスウィングマンを見せつけて、自慢するとネオスが持ってこれる。で、ストレッチマン、伸びる伸びるストップ、ここに力が溜まってきただろうって言いながら融合すると、
これはフレームシュートのフェイバリットコンタクトサーチとあと2枚ドローが入るということで、まあ、この2枚ドローでね結構強いカード、まあ、例えば D フォースであるとか、なんだマスクチェンジであるとか、まあそういうカード引きたい。まあちょっと今回マスクチェンジも、D フォースも両方とも引いたんだけども、まあこれめちゃくちゃ強いね。まあなくてもこの2枚ドローで意外と引けるという話。確定、サーチはちょっとこのハンドでは無理だったかな、今のところは。で、フレームシュートの効果を使いまして、サンライザーを特殊召喚すると、サンライザーの効果で、ミラクルフュージョンが持ってこれる。ほんで、そう、フレームシュートはね、ネオスを融合素材にしないとこの効果使えないので、ネオスを必ず融合素材にしてください。で、これ俺どうしたんだ？ブルーディーを出しに来てんだよな。とにかくブルーディーを、俺はブルーディーを出してっていうことで、多分、そうだよね。まあ、ネオスと、まあ、闇属性で融合して、エスクリダを出して、で、D フォース発動して、D フォース効果で持ってくる効果でブルーディー持ってきて、で、3体リリースだね。まあ、一応サンライザー残した方が強いかなと思って、これこうしたんだけど、まあ、サンライザーを残さずに、エアーマン残して、マスクチェンジで、相手のターンとかに、なんか、ブラストラスとかもあり、普通に。まあ、一応、はい、こうなります。こうなるんです、基本的に。さあ、今回の場合は、ファリスプラスヒーローのハンドからかな。まあ、ちょっと、リキッドマン引いてんの弱えな、これ。どうしたの、これ。まあ、ファリス効果発動して、まあ、基本的には、まあ、いつもの動きをしていくしかないんだけどね。で、リキッドマン切って、ファリス。で、ファリス効果発動。で、これでね、確かに、ね、無限保有かエフェクトベイラーからか撃たれたんだよな、俺。ここに。はい。そのね、これきついんだよ、普通に。まあでも、ね、基本的にヒーローはマスクチェンジ持ってるもんだと思って、動いてもらった方がいいと思うんで。まあ、エフェクトベイラーとか当てるんだったらさ、多分ね、バイオンがいいんじゃねえかな。まあ今回の場合は融合すべきしてるから、あんま関係ないんだけど、どっちでも。どこでも関係ないんだけど、バイオンに当てるのがなんか基本的に良さそうな気がします。融合サーチできないから、マスクチェンジ打つとバイオンの、一応墓地暮らしも入るけど、一応融合サーチできないじゃん。なんで、バイオンに当てるのがいいと思う。基本的には。で、インクリースの効果起動します。まあ、インクリースでもいいけどね。インクリースでもいい。インクリースエフェクトベラーがいいかもしれない。もしかしたら。これ結構、まあ、ヒーロー使いからの、まあ、意見として、ぜひ。はい。で、バイオンの効果で、シャドウミスト落として、でまあ、これディスティヒーロー落としてねクロス回、出しに行くみたいな動きもあるんだけど、一応シャドウミストで普通に持ってこれるんで召喚剣ねちょっと使っちゃってるんで、普通の場合は あれなんですけど、今回の場合はファリスから入ってるんでエアーマンを持ってきてエアーマン召喚するという動きができますんで、まあ、この場合はこうします。で、ファリス除外します。で融合を持ってきます。はい、まあ、今融合2枚あるんですけど、まあ、こんなにやらないですね。あ、ちなみにすべき強いんで融合一応1枚入れてます。結構妨害当てられるのがバイオンなんで大体で、ヒーローが、エアマ召喚して効果で、これはねネオスを持ってきて、で、融合しに行くスタイル。これはねちょっとね今回の場合はちょっとブルーディさすがにね反応的にちょっと厳しいなというところで、まあ、その場合はなんですけども、シャイニングネオスウィングマンっていう超かっこいいモンスターを出していきます。これ何持ってきても確か手数になんなかったんだよな。でアダスタゴールドを持ってきて、でアダスタゴールドを手札からぶん投げるとダークコーニング持ってこれるんで、これ、まあ、ミラクルフュージョンのイービル版みたいなやつね、うん、ミラクルフュージョンのイービルヒーロー版みたいなやつ、はい、で、ヘルデバイサー出す。エレメンタルヒーロー残さないといけないんで、エレメンタルヒーロー以外のところで作ってヘルデバイサーで、ストレッチマン持ってくると、伸びる伸びるストップ、ここにパワーが溜まってきただろう。この値段誰も知らんかこれ誰も知らんそう。で、融合発動で、そうするとディスリーヒーローがね墓地に落ちてると結構クロスガイとかでもう1枚サーチできたりするんだけど、ちょっとこれ今回無理だったんだね。でエアーマンと、ネオスでフレームシュートを出す。はい。で、一応フレームシュートの効果起動。あ、これあれか、ここさあれだわ、ブルーディ出してきたら一応ミラクルフュージョンでモンスター出して、ブルーディーも一応いけるわ。ブルーディーも。これブルーディーのいいかもしれないです。ダークコーリングのところ。今気づいたわ。これブルーディーを持ってきて、ミラクルフュージョンの適当なモンスター出して、なんか、で、3体リリースしてブルーディーっていう動きでもういいかもしれない。で、相手のターンに、シャイニングネオスウィングマンで相手のカードが殴ってきたら破壊するみたいなね。うん。それでいいかもしれないわ。ちょ、ごめん。ミスった。ということで、皆さんはダークコーリングのところは、あれにしましょう。ブルーディーにしましょう。はい。で、まあ、ここは、まあ、相手のターンで、まあ、耐久してくれるカードがいいですね。ミラクルフュージョンで妨害になるモンスターは基本的にはいないので、
まあ、アブソルートゼロとかいないからね、禁止カードだからこのゲーム。なので、まあ適当になんか、まあ、打点上げてえなと思ってなんかモンスターいくつか除外したわ確か。はい、でこうしてなんかいっぱい除外してるとなんか打点が上がるんです。この人融合素材にした数かける300打点アップみたいな効果あるんでね。はい、で無限保有を1枚セットして、でフェイバリットコントセットして、まあエンドか。いやこれブルーディーの方がよかったなマジでマジでブルーディー持ってきておいたらブルーディーだしょ。あ、ちなみにダークコーリングで、マリシャスベイン出すこともできるんですけども、マリシャスベインを先行で出すよりも、まあ、3ターン目とか4ターン目くらいに出して殴りに行くときに使うのが一番強いと思ってるんで、まあ、このタイミングでは僕は出してないですね。はい、まあ、一応戦闘ここは打開されないんで、まあ、出しておいてもいいんですけど、はい、まあ、バウンスとか除外とかもしかして飛んでくるかもしれないから、まあ、開始のターンのリソースとして、ダークコーリングは取ってありますという感じでございます。はい、まあ、ここブルーディーになってればブルーディーで出してください。ブルーディーに絶対的信頼大きすぎなんだけど。でギャラクシーウィザード、これ相手ギャラクシーアイズですね。ギャラクシーアイズはね強いんですよ多分、特に高校がバカみてえなバンケしてくるから、これで、ね、守備表示の方がいいかもしれないモンスター、もしかしたらこれ、まあ、リンクモンスターはしゃあないけど、これだからギャラクシーアイズがなんか大活躍する環境だから、基本的にモンスター守備表示の方がライトニングストームないからこういう表示でいいやと思ってたんだけど、これギャラクシーいる場合はマジで攻撃表示はマジで甘いなんでリンクモンスターちょっといるからしゃあないけど、基本はあのあれだね、あの守備表示出した方がいい。ほんで相手がフォトンジャンパーからのギャラクシーソルジャーとかいうなんか最強ムーブしてきて、これねギャラクシーまたはフォトンギャラクシーソルジャーでなんか、ギャラクシー系のモンスターサーチされながら、フォトンジャンパーで魔法トラップを、回収みたいな動きなんですよ。あまりに強くて、こっちおしっこちびそうになってたんだけど、ギャラクシーサモナーが、サーチされて、でさらにハンドレットも打たれると。無限法要をですねどこに当てるか問題なんですよギャラクシーアイズって。まあでも結局最後に当てればいいかなと思ってたんだけど、なんか何ネオギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴンみたいなやつ、アイスとかに当てればいいかなと思ってたんだけど、なんか反応的に相手なんか、あ、ここで打つ選択肢もちなみに考えました。でフォトエンペラーの効果、これ適応効果やってまして、これ無限保養打ったらこれ無効になるのか何なのかちょっとよく分かんなくて、これなんかどうしようってなってましたねこれあの適応するっていう効果なんですよね、2番の効果。これ無効にしたらなんか召喚権増えないのみたいな、どうなるんだろうこれって思いながら、分からんなーってなって、これ詳しい人いたら教えてください逆に。でギャラクシーサモナーの効果を、発動されて召喚権使って、自分の墓地から、即召喚しますよ。でこれに無限保養を当てました。でまあモンスター消えます、レベル合いませんと584とかだからね、これなかなかうざいだろうと思って相手このレベル合わないの。そしたらなんかねファイパーギャラクシーとかに最強カード使われて、これ攻撃力2000以上のモンスターとこっちのモンスターリリースしてギャラクシーアイズフォトンダーを出すみたいな効果なんですよね。でこれフォトンドラゴン出てきながら100式が発動されて、こっちのエクストラデッキ、なんかカンニングして1枚抜いてくるんですけど、まあ、一応まあ100式のチェーンデビューかと思って、これまずスルーしました。で、ウェイクアップ要はエレメンタルヒーローがリリースされて、あこいつ破壊されると一応リクルーターなんだけど破壊されなかったから意味なかった。でギャラクシーアイズフォトンドラゴンが特殊召喚、坂本銀河がどうのこうので、ギャラクシー100式の効果で、これで、シャイニングネオスが抜かれるとガチやばいこと起きるから、フェイバリットコンタクト打つしかない。でここフェイバリットコンタクト打つんだけど、これまずバカでけえ恨みあって、あのねあのギャラクシートランサーっていうカードがあってね、そいつはね発動されると俺死ぬなって思いながら一応打ってましたそれ持ってたら俺死ぬなって思いながら、一応まあレベル8勝利するしかないかと思ってレベル8勝利したんだけど、ま、これねマジでねトランサー持ってたら相手こっち死ぬよマジで。トランサーの効果でレベル8、2体特殊化されて、デッキからあと墓地からね。ほんで俺死ぬんよ。マジでこれ、お祈り2枚選んで破壊。お祈り2枚選んで破壊。で、フォトンとそのレベル8じゃない、レベル8消した。頼む！トランサーはやめろ！危ない！持ってったら負けだった、俺多分。激気も最強デッキと当たりましたので、皆さんにこの最強デッキをお披露目したいなと思いまして、まず合剣、いやこの環境で合剣どういうことやねんと思ったら、先行の追放者とオーロラアンギラスめくれてやっべってなってクソデッキきたーと思って、オーロラアンギラスはちなみに
お互いモンスターを特殊召喚できないっていう効果ありまして、で召喚の術も発動されて、でなんか特殊召喚したらなんか手札1枚になんか捨てなきゃいけないみたいな。でディメンションガーディアンでオーラランギラスは戦闘効果では破壊されません。オーラランギラスってモンスターが召喚されると破壊されるっていう効果があるんですよ一応。でディメンションガーディアンは、破壊されないと、要するにそのオーラランギラスを絶対に守るっていうクソ決めでですねいやこれどうすんのこれってなってマジで俺ヒーローって基本的に特殊召喚ができないと何もできないので、ヒーロー君何もできないですよ特殊召喚ができないと。マジでエアーマンビートとかになるから、まあ、とりあえずエアーマンを持ってくるのはもう確定、まあ、サーチギブはね。でエアーマン召喚する、でオールランギラスの効果発動する。でオールランギラス召喚成功したらモンスターとして破壊されるはずなんだが、ディメンションガーディアンとかいう最強カードによって、破壊されない。お前それ高校を取ったらどないすんねんみたいなの言ってたんだけど、あの先行リセマラしてるんでしょうねこの人はあの先行取る速度半端じゃなかったから、多分なんか、まあ、先行リセマラしてるんだろうなと思いながら、一応ねこれ何しても持ってきたんだけど分からん、まあ、何持ってきてもあんま何もできないんだけど、まあ、オネスティネオスで一応体勢つけたのか、戦闘破壊体勢実質で、僕何もできないんでこれエンドするしかないんですよね。でそうするとグラビティバインドとかいうレベル4以上のモンスターがなんか攻撃できないみたいな、マジやべえやつカード発動されて行かれとるやろと思いながらね、でさらに、デッキロックでこれサーチもできないと、なんやねんこいつと思ってやれこいつと思ったんだけど、ヒーローの強いところ見せてあげましょう、まあ、とりあえずこれエアーマン召喚してエアーマンの効果で、魔法トラップ破壊する方、サーチする方の効果じゃなくて、これでこのなんかディメンションガーディアンとかいう激肝カードを破壊すると相手のオールランギアさ死ぬから、これで来たこれと思ったら相手サレンダー来た、神ゲー。でもあの敵強そう、